小4の時に幼なじみ A ちゃんと一緒に通学路を通って下校してたら、顔見知りの男の子集団が絡んできた。一緒に遊んだこともあるので、そんなに険悪な絡み方ではなく、男の子が女子をからかうアホな感じ。私はその時 A ちゃんとの会話が楽しくて、男子どもが邪魔だったので相手にせず適当に返してスルーしてた。そしたらびっくりさせるつもりだったんだろうけど、男子の中の B が多分1リットルぐらい入る肩紐付きのステンレス製の水筒を私の顔をかすめるように振り回してきたはずが、私が振り返ったせいで後頭部寄りの側頭部にクリーンヒット。一気に私の目には星が飛び交い、頭が痛くて立ち上がれなくなりうずくまった。慌てて駆け寄ってくる B とその他男子、 A ちゃんの心配する声が聞こえるけど、痛くて涙も声も出ないし立ち上がれない。 A ちゃんが元学童指導員の先生の家がすぐ近くにあるのを知っていたので、呼んできてという声と、わかったと走っていく B の声を聞きながら朦朧としてた。学童の先生が飛んできて声をかけてくれるも、その後も立ち上がれないので救急車のお世話になり病院へ。病院で検査したけど、頭蓋骨の損傷や脳出血は現時点でないので安静を言い渡され、迎えに来た母と自宅に帰った。そしたら事の顛末と私の状態を母に電話で聞いていたらしい父が怒り狂いながらも、私の包帯付きの頭を撫でて涙ぐむ顔を見たのが子供心にかなりの修羅場だった。怒ってるのに泣いてるという不思議な父を初めて見たので、警察に届ける、絶対に許さんと息巻く父の声を聞いて、なんとなく警察自分も叱られるとバカな連想をした私が、大丈夫だから当てるつもりなかったと思うと父をなだめていると、ピンポンが鳴った。 B とご両親で、男の子は親御さんに殴られたのか、頬と目が真っ赤で涙目だった。いつも悪ガキ姿しか見てない私はそれにもびっくりしてしまい、大丈夫？なんで泣いとるん？と間抜けな声をかけてしまった。父が怒り狂いながらドカドカ玄関にやってきたと思ったら、 B とご両親は土下座まで行かないが、三窓叩きに立ったまま上がり口の板の間に頭をすりつけんばかりの謝罪。それで父も頭が多少冷えたのか、怒りながらも B をにらみつけて話し始めた。父、お前、うちの娘に自分が何したか分かっとんのか。 B、はい、本当にごめんなさい。私、子ちゃんに当てるつもりやなかったけど、当たったらどうなるか考えんと振り回してしまいました。父、おっちゃんは、お前を同じ目に合わしたいぐらい怒ってる。水筒は、さすがに、お前んとこのお父さんお母さんの前で、そんなひどいことで、金、一発ケツ芝居てもええか。B、いいです。頭芝居てもらってもいいです。泣きながら、ごめんなさいを、私と父に繰り返す B が、かわいそうになってきて、もうええよ、わざとちゃうんやし、と止めたが、父は、お前は、怪我で済んだからええけど、B 君が、また同じことしたら、次は怪我で済まんかもしれん。相手も B 君の人生もおしまいやから、言うてんのや。という父に何も言えなかった。父、もう二度とせんな。B、しません。警察行かなあかんのやったら行きます。自分の親に叱られた時に、警察に捕まってもおかしくないと言われてたんだろう。ビビりまくりながらも、震え声で言う B は、どう見ても心底反省してたので、そこで、母が止めに入って、父もトーンダウン。下肢折りをいただいて、今後の治療費だけ請求する。ということで、親同士の話も終わりました。最近、B を Facebook で見つけて声をかけた時に、あの時のことをまた謝られたので、思い出した。正直そんなこともあったなぁ、父ちゃん怖かった。普段は割と無口だけど温厚というのしか印象に残ってなくて、
まだ気に病んでたのかと驚いた。 B は小さい娘さんがいて Facebook に顔隠した写真をアップしてたんだけど、あの時のお前の父ちゃんの気持ちが今はわかるわと言われて、なんかじんわりした。警察に私も怒られると思ったのが個人的に一番の修羅場でした。